ヨウ素液が入ってます。こちらは溶性澱粉で十分に加熱して、今90度ぐらいになってますね。しっかり溶かして透明になった状態で始めます。溶性澱粉を1ミリほどチキンカに取ります。はい、綺麗な溶素澱粉反応ですね。これが一応デフォルトの状態なんですね。でここに、6モルの硫酸があります。これ入れますと加水分解反応が進んでいくはずです。で温度をだいたい合わせておくと温度低下しなくて済むんですけども、あまり気にしなくてもいいですかね。じゃあ時間を計ってだいたい90秒ぐらい、1分半ぐらい置きますと、少しずつ澱粉の加水分解が進んでいって、溶素澱粉反応は、だんだん定色しなくなってくると、色の定色がしなくなってくるというのを見てもらいます。そろそろ1分半になりますね。じゃあ澱粉を1ミリ取って、はい、まだそんな進んでない感じしますけど、なってるかなって感じです。はい、じゃあ3本目いきます。あ、だいぶ分解が進んでますな。はい、じゃあ次いきます。かなり澱粉反応の定色が薄くなっていきました。2本分ですね。頑張ってみるとちょうど色がこうグラデーションになって抜けていく感じが分かるんじゃないですかね。はい、5本目。だいぶ強いです。まだ若干反応しますけど、まあ、ほとんど澱粉分解したってことが分かりますね。こんな感じですかね。